ですが、さあ競馬コンパスのデータ予想ですが、はい、どうなったんでしょうか。はい、今週も聞いてみましょう。まずはこちらをご覧ください。今回はシンプルに東京コースの実績、競馬場実績を重要視してみました。それでは結果はこちらとなります。アドマイアミヤビ本命からブラックスピーチ、リスブラッシュ、ソウルスターリングと、いずれも東京競馬場で無敗の馬が上位を占める結果となりました。はい、なるほどね。アドマイアミヤビね。そうですね、はい、皆さん参考にしてみてください。そうですね。以上、オークスの展望をお知らせしました。